皆さん、お元気ですか？今日も、スーパーオズ対戦 F、初めて、参ります。今回は、第23話、ミーアの、決意マップで、ござりまするよ。本筋では、補給を終えた、ロンドベル隊は、バトルチームと、合流するために、次の目的地を、日本の、ナンバラコネクションに、決めます。一方、オレアナの指示で、お払い箱に、されそうになっている、ガルーダの危機を、救うために、ミーアが、決死の思いで、バトルチームに、決戦を、挑もうとしていました。ま、そんなことは、オズには関係、ございませんので、我らは、ノイン率いる、エアリーズ部隊を、展開させましたぜ。ミーアって、ちゃんと調べてないから、適当な、発言なんですが、あ、この声って、峰不二子じゃない？って、当初、思ってたんですが、なんだか、違ったみたい。で、最近ようやく、あ、こやー、北小助だって、気がつきました。よし、あと一撃、ってとこですな。大丈夫、すぐに、助けに来て、くれますよん。ほらね。バイバイキーン。DC 軍、暗黒大将軍部隊の、ご到着です。軍で、今まで、7周やってきて、感じてきた、ことなんですが、やっぱ、DC 軍は、少しテコ入れ、してやらんと、物足りん感が、あるので、今回、敵方に、追加配備、してあります。アッシマート、ガブスレイ、アールジャジャ3機を、3段階改造を、施し、飲み放ちました。それだけではなく、既存の、ロコの敵方ユニットに、対し、運動性能と、限界反応の、底上げを、施しておりまするよ。ばらつきはありますが、3段階ないし、4段階、施してあります。なので、全く、当たらんという、つまらない展開には、ならないと思います。ここからしばらくは、DC 軍との戦いが、続きますので、こんな感じで、面白く、こともないマップを、面白く、スパすぎ新作風に、やって、参りまするぜ。あ、さっき、ミーアを救出に来た、ガルーダの、グレイドンに、コスケが、小型発信機を、吹き込んだので、この後、キャンベル星人のアジトが、判明します。いやあ、追加配備の3機は、一番奥に、配置したのですが、1ターン目から、動き出してきたので、次のターンで、早速ぶつかって、しまいそうですね。うぐ、やっぱ、ケンプファーの破壊力は、あんまし、侮れん。あ、どうも、強化人間の、リネイガスです。いいなぁ、いいなぁ、強化人間っていいなぁ。アニメだから、死に際は、捨てゼリフ吐いて、散っていくのに、リネイ君だけは、無言のままで、はい終了だったね。射程外から狙えるうちに、削っておくことに、するぜ。突然ですが、上杉影虎って、戦国武将、知ってますか？それってパッと見、上杉謙信のこと、言ってんじゃんって。小学生の時の小生は、勝手に、思ってました。でも違うんですね。上杉って、名乗ってるのに。ナイス、49、かわしたか、なかなかやるじゃんか。北条氏康の、七男なんですよ。あの頃の小生は、病死感が、意味がわからなくて。戦国時代、難しいって、思いました。ただそれだけ。ね、誰でも、当ててくるでしょ。エアリーズは、じわじわ削られると、危うくなってくるから、うかうかは、してられない。よく、知らないんですが、スパロボアルファって、どなたかの動画を見た時に、見た記憶が、
あるのですが、味方機に、ビッグディアスの、紺色のやつが、いるんですね。ああ、あれ、使ってみたい。来たー、ガブプレイ。でも、バンカーだから、反撃ね。よ、避けただと？このコメント言うときは、いつも、クワトロになったつもりで、言ってます。お、ようやく、オズ本体が、ご到着です。ちゅうわけで、追加のアッシマー君よ、運が悪かったね。デクスが湧いて、ギリギリ残せた。無能だ。さ、ケンプファー君よ、さらばじゃ。いやでもって、瀕死の、追加アッシマー君の、おさらばです。残す、追加組は、アールジャジャ君のみ。さあ、これでどうか。さすがに硬いね、やや。行くぜ！遅いな。死にに来た。なら望み通りにしてやろう。お、ナイフリトクか。ライDC 軍に対しては、エアリーズでも、射程で、アドバンテージ取れるから、戦いやすいね、やっぱ。出てきた、強化のおかげか。あ、そっか、ガブスレイまだ、残ってたのね。お、やったな。やるぞ。遅い。参りますわよ。これで追加組、全滅。すり抜けて、来やがった。やってくれる。行くぜ。ティラ動画も、まあまあやるじゃん。油断ならんぜ。わあ。うん。助けた程度のものよ。くらえ。あ、やってくれる。ふふふ。だから、トールギスをそこに、配置したのじゃよ。大君。どんどん前進いたしましょい。死にに来たか。なら望み通りにしてやろう。なんだこいつだ。よし、あと一撃。やっやる。だいたい今の三段だと、アクシズ軍の時よりも、もう少し遅れて、残りのメンツが、仲間になりそうです。ああだから、アクシズ軍の時でさえ、待ち遠しかったのに、弱小オズでは、さらにさらに、待ち遠しいですぜ。終盤には、きらびやかなモビルスーツたちと、優秀なパイロットたちが、揃っている、はずなんですが、今は、悲しいほどに、ほど遠い。弱すぎ、失望した。補強した、甲斐があったよ。ライン X 君も、当ててきた。やっぱ、ひらめきで、かわしまくるより、お互い、削り合って、やり合った方が、はるかに楽しい。ドキドキ、ハラハラするけどね。
お、残るかと思ったけど、やってくれました。ナイクリゼクス、この程度では沈まないよ。それも読んでおりましたよ、大君。人は戦う意志を持たねばならない。ナイクリ、本にやつは HP 高いから削るの大変。相手に手伝わない。クリチカマクルじゃん。ま、DC 分相手だからね。そんなもんか。もう当たり前。アウド村もいいけど、ガウ、攻撃空母も、バガオズの輸送機としては、捨てがたいな。両方足して、2で割りたい気分。貴様の腕、すでに見切った。一撃必殺。ダメにライトニングカウントの使ったで呼ばれているわけではない。総攻撃だ。上がれ上がれしない。大君かな。そんな攻撃では当たってやるわけにはいかんな。ネオジオン対戦 F の時にいろいろ調べた結果気づいたんですが、改造が施されてないだけでテコ入れすればまあまあやるようになってくれるのよね。なるたけ自身でプレイしてても視聴者の方にも退屈するようなマップ展開だけはしたくないなって一応思ってるんで、これで DC 軍戦を、お、当ててきた、玉ねぎリーダー。今後は、面白くなっていくんじゃ、ないかなって、思っておりまする。では行くぞ。そう、食らえば、かなりのダメージがあるのよね。油断ならん。そんな攻撃では当たってやるわけにはいかんな。ですね、次回マップではアクシズ軍の時は今度から上を敵型に組み込み、変則的ではありますが四つどもえ戦を展開させましたが、今回のオズはロンドベルタイとは敵対させとりませんので、また別な追加配備を行いましたよ。そしてその内容はと言いますと、なかなかにシビアな展開になり、ギリギリの戦いを強いられました。なので、次回マップも、ご期待です。落ちろってんだよ。なの？玉ねぎよ、そう毎回は、当たらんぜよ。違った。
所詮その程度。よーし、第一機目、ようやく撃沈。ゼクスよ、切り込んで、遅れ。あ、そう、終盤に登場させる、オズの新型機たちですが、アクシズ軍の時の、ケベレイや、クイーンマンサのように、ラスボスクラスの、化け物スペックの輩が、存在いたしますが、これらは、アクシズ軍の時同様に、HP や、不要な場合は装甲も、下方修正、いたすつもりですぜ。ま、実際そのユニットたちを見た時に、決めていこうかと、考えておりまする。いやはや、お相撲さんも、やりおるわい。遅いな。当たらなくては意味がない。た、玉ねぎの皮、一枚。しかも、当てたー。大君は、これがあるから、嫌なのよ。無能だ。私は軍人なのだ。そういや、序盤のマップでは、DC 軍にも、四苦八苦してたな。かなり弱かったもんね、オズ。人は戦う意志を持たねばならあ、ゼクスに来なかった。当たらなくては意味がない。いやー、避けまくるね、カッカは。これでどうか。先ほど、述べましたように、これからしばらくは、DC 軍戦が続くので、運動性能と、限界反応の、強化は、行い、一方的な限界に、ならないように、していくつもりですぜ。その上で、オズといえば、敵方には、あのメンツを。ということで、追加配備も行い、従来の、マップ展開には、ならずに、どう転ぶか、わからないような、展開にしていく、つもりなので、ぜひとも、お楽しみにしていてちょね。そしてやってくる、恐怖の、アデレード決戦。今から、例のやつと、やり合うのかと、思うと、不安でいっぱいだぜ。さすがに2回目は、当ててきよった。暗黒大将軍は、ゼクスに、幸運使って、倒してもらおうかと、思っております。どうでも、いいことなんですが、ガンダムシリーズの、戦闘シーンや、戦術、戦略、政治的、外交シーンなどは、好きな調整ですが、恋愛模様や、サイコフレームや、バイオセンサーに、見られる、ファンタジーな部分は、よし、第2期目も終了を。ちょっと苦手な調整です。42% か、やはり大将軍様じゃ。当たらなかった。さあ、一般兵軍ではどうかな？
見えた見えた。さすがにできるな。じゃあやっぱきついようですぜ兄貴。でもめげずに挑みます。瀕死じゃないか。一撃で。ちゅうわけで射程圏外からお見舞いしてやります。これは施しようがありませんな。さあ仕上げといきましょい。念のためあと一撃欲しいかな。というわけでノインちゃんよろしく。じゃあクリティカル、いややばかったじゃんか。デクスよ、お膳立ては済みましたよ。決めておくんなまし。さあ次回はキャンベル星人の本拠地に乗り込んでの決戦となりまする。敵の追加配備も行いましたのでギリギリの攻防になっております。なのでまたそちらでお会いいたしましょう。さゆー。